リガメは産卵時に涙を流すが、あれは陸上でいらない塩分を排出するときにそう見えるだけ。イルカが前屈するのは、大量の赤を落とし素早く泳いで敵から逃げるため、隠れクマノミの群れの中で、一番大きなオスがメスになる。クジラは体内にガスが溜まるため、死ぬと爆発する。ホホジロザメは人食いザメとも呼ばれているが、人を襲うのはオットセイと見間違えたから。モンハナシャコは、10段レベルのパンチ力を持つ。マナティとジュゴンが一番禁煙な動物は、実は、どう？世界最大のタコ水ダコは、小型のサメを捕食することも多い。ハリセンボンの針は、鱗が変化したもので、実際は300本400本ほど。